ステファニー・イーグリシャムはアメリカ合衆国のドナルド・トランプ政権下でホワイトハウス報道関係広報部長を務めたが一度も会見を開かずに退任した2016年アメリカ合衆国大統領選挙よりトランプの選挙陣営でスタッフとして活動2017年2月トランプ大統領が安倍晋三首相夫妻をフロリダ州の別荘に招待した際 調整役として働いた姿をメラニアとランプ夫人が評価。以降、夫人の広報担当として活動するようになった。2019年6月25日、サラ・ハッカビー・サンダースの公認のホワイトハウス報道官に就任することが発表された。ホワイトハウス広報部長も兼任する。2019年6月28日から6月29日に、 大阪で開催された G20 サミット、ついで朝鮮半島の軍事境界線にある反門店で行われた米朝首脳会談にも同行した。現地では取材記者への便宜を図るため会談場入り口を塞いだ北朝鮮警備担当者ともみ合いになり負傷、存在感を見せつけた。ただし国内のマスコミには冷淡で既存のマスコミの報道を フェイクニュースとして切り捨てる大統領の意向を反映して2019年7月の就任以降大統領よりとされるフォックスニュースなど相手を限定した記者会見を行うのみとなり報道官の一般記者会見を一度も開かないまま2020年4月に辞任した辞任後はメラニア・プジンの首席補佐官に就任した2021年1月6日2021年 アメリカ合衆国議会議事堂襲撃事件発生を受けメラニア夫人の首席補佐官を辞任した。ありがとうございます。